簡単バージョンやってみました。気持ちがいいです。これはね、こうグッとこう魂をグッと込めてね、本当にこうソウルで、日本人のソウルみたいな感じで気持ちよく歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで2番までやっております。これね、このパターンでこう繰り返しされていくんで、フルコーラスでやりたい方はコード進行を書いて3番4番歌詞を書き足していただくとフルコーラスできるようになります。今のシンプル簡単バージョンと一緒になんとか演奏できたという方は、それでもやっぱり紙に書き出してご自身だけで演奏できるようにしていきましょう。やっぱ紙に書いてね、自分だけで歌うの結構大切ですからね。でさっきにフルコーラスやりたい方も書き出していくということで、この書き出す時の参考になるようにガズのノートをこうやっていつも画面に映してメモってねって言ってるんですけど、今このガズクラブというサービスが始まっております。このガズクラブっていうのは毎月660円の税込みですよ。660円のクラブ会費をいただいて、このガズの最新ノート楽譜が皆さんのお手元に毎月5曲お届けできる。もうそのデータものすごい膨大な、今までやってる曲がありますからね、そこから選んでお好みの曲5曲をダウンロードできるというサービスがあります。ぜひご活用ください。大いにガズクラブ参加してください。お待ちしてます。じゃあお時間ある方はこれ見てどんどん書いていただきたいと思うんですけど、今回ですね入門コード4つでシンプル簡単バージョン今のアレンジしたんですよ。はい。なので、ちょっと見てくださいね。今、くるっと囲ってるでしょ。この下に書いてあるコードは、後半やるかっこいいバージョンでやるコードということになります。今のは上の、
上の段に書いてあるのが今やったシンプル簡単バージョンですね。はい。で、このイントロだけちょっとこのワンブロックが小さくなってます。スペースの関係で。ここから普通に戻ってますからね。はい。そんな感じでこれメモっていってください。これでまず一時停止で書いてください。はい。で、一応このガズのね、ノートの特徴としては、この点でリズムを測ってます。うん。白樺、青空、みなー、風。ここでコードが変わるよということ、参考になればというふうに思います。ちょっとわかりづらいよという方は、もちろん動画のテロップを一時停止して書いてくださってもバッチリだと思います。はい。これ1番ね。これで1番です。一時停止で、お願いします。はい。で、ここで感想がちょっとこうワンブロック入りまして、全く同じコード進行で歌詞が変わって2番をやって、今終わったよということになっております。で、最後ここでもう一回この感想のメロディをエンディングというふうにしておりますので、よろしくお願いします。はい。シンプルですよ、曲は。はい。もうこれ一回聴いたらなかなかね、もう頭にこびりつく名曲ですから、これはやっていきましょう。はい。じゃあコードの解説いきましょう。はい。簡単版はこれ。もう信じられない。C と Am と F と G7。この超入門コード4つで行きました。はい。これはですね、ウクレレ習ったその日に覚える超絶入門コードですから、よかったです。これでまず本当初心者の方もこれ演歌を歌う。この気持ちよさを体感してください。そして、じゃあこの流れでですね、かっこいいバージョンで出てくるコードも紹介したいと思うんですけど、かっこいいバージョンではこれにですね、プラス Dm と Em7 というコードが足されます。なので、4プラス2なんですけど、こっちもですね、言うたらもう入門コードなんですよ。はい。これで、かっこいいバージョンを入れても6個。しかも全部入門コードということで、この入門コードはこれです。いつも出てくるんですけど、ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入っちゃう、コードを説明してる動画をアップロードしてます。ここにリンク貼ってます。ここちょっとクリックして、この動画必見ですからね。そしたらそこの10個のコード、スイスイ頭に入って覚えちゃいますから、今日はその中の6個ですから、はい。入門コード6個で、この曲、北国の春。こう、ふるさとを思い浮かべてね。やっぱね、僕もね、長野県出身、北国ではないですけど、あの、ふるさと、いい感じですね、これ。はい。ぜひ皆さんもテンション上げて歌っていきましょう。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンは、まあ、さっきから何回も言っておりますけど、コードがやっぱり変わってきますからね。はい。さっきはここ見て、Am だったところが Em7 に変わったりとか、その都度結構細かく変わっていきますから。あともう一個要注目は、ここ見て。ワンブロックにコードが4つ入ってくるとか増えてきます。ここも4つ入るでしょ。はい。はい。そんなところちょっと見逃さないようにしてください。このワンブロック2つになったり、これもちょっとコードが変わったりとかしてますね。はい。それをちょっとコードの変化がかなりありますっていうのが、まずは1個の注目ポイントで、なんか、あれだな。まあいい。次、弾き方のリズムなんですけど、今日は2つの弾き方を織り交ぜてやろうと思います。まずはですね、アルペジオ。8ビートのチャ。これでいこうと思います。まずアルペジオはですね、これはこんな感じ。こういう分散和音というね、専門用語というかね、音楽用語では言いますけど、アルペジオというこう、細い糸を紡ぐような、なんかこう、そういう心のこう、琴線に触れそうな、この、ゆったりした曲にすごく合うんで、まずこれでですね、こう、入ると。歌、イントロからこう A メロ入ってきて。で、途中の、季節が都会ではのところで、ちょっとこうビート感を聞かせて、そこでドラゴンが入ってくるんですよね。その千正夫さんの原曲でも。そのところで、季節が都会で、こんな感じでゆったりした8ビートのチャン。これでやってみようと思います。この2つの弾き方は、ここのリンク、行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、アルペジオと8ビートのチャン。動画でじっくり練習してマスターしていってください。アルペジオの方はですね、比較的弾くのは簡単。だけど、魂込めて歌うとか、テンポをキープするとか、そっちの方はちょっと難しいんで、まあこれ、慣れが大切だと思います。で、8ビートのチャなんですけど、この8ビートのチャっていうのは、その8ビートのチャの1個前にですね、8ビートという超基本リズムがあって、それができるようになってからやった方がいいと思いますんで、もしこういうストロークっていうんですけど、こういうの、やったことない方は8ビートというリズムから練習していってください。さっきのとこ行くとね、8ビート、8ビート、ちゃんと順番になってますんで、そんな感じで、地道にリズムっていうのはすぐにできるっていうよりは、こう自分の中にこう落とし込んでいくものなんで、こうじっくり時間をかけてマスターして自分のものにしていってください。そして今回ですね、1箇所だけ、ちょっとですね、高難度というか、味のあるフレーズ、メロディーを入れたいと思います。ちょっと聞いててくださいね。B メロっていうか、8ビートのところで一番最初です。届いた袋の小さな筒に。かっこ
こよくない、あのふるさと、こんな感じ、ダンダンダダダダ、このフレーズがですね、もう頭にスッと入ってきちゃったんで、これをやろうということで、考えておりますけれども、ちょっとじゃあ見ててね、最初、今のところのこの、小さなツーツーミーの頃、最後の G7 のワンブロックだけここに表記してますけど、まず G7 2回弾きます。ジャンジャンって弾いたら、その次、3弦の2、2弦の0、2弦の1、2弦の3です。2013 G7 3弦の22弦の01伸ばして3、ここで伸ばす、あのふるさと、はい、もう一回いきます、 G7 2013、ちょっと早いですよ。なんでこれじっくりね、ここだけ分割して、まずここだけ練習しましょう。はい、G7 2013、 G7 3弦の2、2弦の0 1 3、はい、あのふるさと、あ、ここはアルペジオ、これ2箇所だから1番と2番で1箇所ずつ入ってくるんでね、ここ、ちょっと余裕ができてきたらこれをやってみてくださるのがいいと思うんですけど挑戦してみてください。そんな感じでこのガズレレではアレンジしてみたんですけど、まあまあこのアレンジはともあれ、やっぱりこれは歌です。歌心、スピリット、ジャパニーズソウルミュージックですから、もうこう、なんていうか思いをガッとこう込めて、拳を聞かせたり溜めたりして、エモーショナルに、奏でるのがいいんじゃないかなと思いまして、僕も YouTube で千正夫さんの演奏を、こう、歌をね、拝見させてもらったんですけど、やっぱね、本当にね、素晴らしかったです。すごくいいです。はい。あの感じをこう、掴み取ってね、ご自身ならではのこの、北国の春、演奏できれば最高なんじゃないかなと思います。はい。北国じゃない方でもね、これはね、楽しめると思いますね。もう日本人であれば、この曲はちょっとね、気持ちを込めて歌えるよ。これ最高だと思います。はい。それではやってみたいと思います。千正夫さんの北国の春、ガズレレ流、かっこいい場所にやってみる !1、2、3、4、帰ろうかな、帰ろう。
までん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 せいの千正雄さんの北国の春ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あーすごいいいっす、いいいい。これはちょっとですね、あのレパートリーに加えたいと思います。ガズのレパートリーに、はい、いつでもできるようにちょっとね、こう覚えていくような感じにしようかなと思ってます。はい、皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。はい、この楽しさ周りの方にもぜひお伝えください。これウクレレ、こんなちっちゃいウクレレ一本でこんな音楽できるんだよーっつってさ、でまあこの今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただいて、このガズレレ見てたらすぐできるからで、ちょっとね最初 C とか F とか教えてあげたらどんどんね、あの音楽仲間もできると思いますし、笑顔も増えて免疫力アップになります。はい、チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって、無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。